どうして失われたかということをお話で説明してくださるはずです。こんばんは。まあ、ちょっと私福島について話をするということ、これは、実は私の勇気が欠如しているということがあるかもしれません。本当に極めて深刻な問題であり、悲しい問題であり、なかなか話しにくいということがあります。私個人的に、そして、まあ、第2のチェルノブイリの苦しみを味わわれているわけです。皆さんはで、これがどんどん悪化している、拡大してどんどん深刻になっているわけです。チェルノブイリの後、私はもうこの WHO がチェルノブイリに全く存在を持たなかったかということを非常に強く非難してきました。非常に否定的な態度を取ってきたわけです。常に同じ結論を何度も何度も繰り返していたわけです。 IAEA の結論を WHO が繰り返していただけなんです。で、ナバロ氏が実は、当時の WHO の事務局、代行事務局長だったんですけれども、まあ、その時私を受け入れてくれました。しかし私に彼は聞きました。WHO は何すればいいんですかと私に聞いてきたんです。まあ、良い質問ではありました。特に、まあ、私が聞いて、向こうが答えるという意味で、まあ、WHO というのは、難しい質問を聞かれたときにはルールがあります。つまり、科学的なまず作業部会を創設するということをまずやります。難しい質問に答えるときには、そして次に、最高のその当時のスペシャリスト専門家を招聘して、そして1週間作業時間を与える、そして答えを出せというわけです。これは新しいことではありません。そしてテーマというのは遺伝子、まあ、遺伝子学、そして、放射線です。で、まあ、私はそこにゲノムの不安定性というテーマ、そして電離放射線というテーマも加えたいと思います。しかし答えはきっと同じでしょう。しかし残念ながら WHO は相変わらずその否定的な答えしか出してこないわけです。この遺伝子レベルにおいてチェルノビルのインパクトというのが分かるはずなわけです。で、深刻な事故が起きるたびに、そうした波及効果が分かるはずなんです。で、こうした遺伝子のこうした出来事というのは電離放射線、その有害イオン化した放射物ニュートロンだけの問題ではありません。中性子だけではありません。またそこで一旦出来上がってしまった遺伝子のそのバイアスというのはどんどん次の世代に引き継がれていくわけです。ですから私 WHO に対して聞きたいんです。いつまたもう一つ科学産業部会を作って、そして、この問題に本当に取り組むのかという質問です。最後のこの科学、このテーマに関する参与部会というのは56年ですか、だったんです。そしてパリのルジェン教授などもその委員会に入りました。またアメリカからも、まあ、科学者が入りました。もうその時のエリート科学者たちです。20カ国今ももちろん存在する20カ国から参加した科学者から構成された委員会です。どうしてこれを続けないのか、この IAEA の会には必要ありません。電離放射線というのはこの外部のさまざまな条件によって大惨事も起きるわけでありまして、この部分に関しては WHO の委員会で取り上げるべきなんです。で、2006年の治験に加わったもの、これは
この自電子の周辺にある問題のインパクトであります、この電離放射線放射能、これはその染色体の核を影響して初めて深刻な損傷が起きるわけなんです。まあ、それがもう修理できなくなってしまうような形になるかどうかということを決めるのはそれなんです。放射線は細胞サイトプラズムに影響を及ぼし、そして DNA のメトコンドリア、またタンパク質セラティンに影響を及ぼすわけです。でこれはまだ今でもそのある程度損傷が起きたとしてもその細胞は繁殖できる。しかしその分離する際に染色体が分割する。そしてその2つの核に分かれた時にそこで染色体が破壊されて、そして十分にくっつかない。そして正しくない軸に移動してしまう。そこからさまざまな遺伝子の障害が起きるわけです。で重要なのはつまりこの欠如というのが一つの世代から次の世代に引き継がれていくわけです。それが重要な問題です。そしてどんどん世代から世代に移っていく中で悪化していくわけです。つまり、当初のその遺伝子を持つ人たちがこの不欠如といいます不秩序の状態をどんどん悪化した形で次に伝えて次の世代に伝えていく。そして複雑化して異常をその次の世代につなげていってしまう。そして100倍その複雑性が悪化するわけであります。アメリカの遺伝子学者がネイチャーという雑誌に発表した記事があります。でもう彼らの想像を超えるぐらいのそうした異常が生成されてしまったと報告されています。でこれはより低いレベルの生命体においても起きております。人間ではないもっと下のレベルでも起きています。でチェルノビリが86年、事故が起きて、そして向こうの30キロという、範囲までその科学者が行きました。許された地域まで行きました。そして、森のさまざまな生物の実態 を観察調査しました。30、60、100、そして300キロ、これチェルノブイリからそれだけの距離から離れたところ、これミンスクであっても非常に汚染されていました。また、より近いところよりもその153倍の弱さの汚染になっていて、でミンスクでは特に留意すべきことは起きていない。で、まあ、でもしかし森ではその500ベクレルという非常に高いレベルの汚染だったわけです。しかし、平米あたり8000ベクレルという数値が出たわけで、これはそれほど重要ではないかもしれない。しかし一つの世代から次に移った段階で、それが増大するわけです。この異常のこれは細胞分離においての異常がどんどん悪化していくわけです。次の世代において、でこれがチェルノブイリでもちろん見られて、でだんだん離れていきますと、まあ、そうした離れた地域でもこれが起きている。で何が不思議かというと、
この適用もしくは選択アダプテーションセレクションということが起きていないということです。この高汚染地域において、淘汰ですね、適用淘汰が起きていない。そしてで、子宮内の死亡、が起きていた。そしてもっと汚染が重度なところにおいてはもっと深刻な事態になっていたわけであります。我々としてはやはりあるメカニズムを持って、仕組みを持って、やはり重要なのは最小限の放射線の被曝にとどめなくてはいけないということで、もし人々をその汚染地域に置いておくならば、そこに居続けるのであれば、十分な栄養食品が必要です。つまり避難を待っている間もその人たちが食するものを気をつけなくてはなりません。バベンコ氏の方からもはっきり言及されています。どういうことをすればいいかという話が先ほどありました。しかしそのまずペクティンがたくさん入っている食品、これ重要です。これは日本において特に重要かもしれません、今の段階で。というのは日本においては、また日本人は海藻類をたくさん取っておられます。で、ペクティンがたくさん、海藻には入っています。最も良い、ペクティン、これは旧ソ連において発見されたペクティンがあります。でこれは、黒海から取れたものでありました。で次がそれは非常にいいんですけども、その後ラモナリアジャポニー、これは、南シナ海のことでしょうか、サウスシーです。そして、日本人はぜひとも専門家と相談してこのペクチンを抽出すべきです。で、食品として使えるかどうかを確認すべきです。というのも、この海藻の がこれベラルーシにおいてもこの海藻のペクチンはリンゴの、ベラルーシではリンゴのペクチンを使ったんですけれども、その活性という意味ではリンゴの方が活性度が高いんですけれども、あと食品という意味ではカロチンの高いものも必要であります。でこうしたことを栄養を摂取する際に考慮すべきであります。また十分のビタミン、特にビタミン A と E が必要です。そしてこれをもって、その保護を防護のために使うべきであります。その生物体には酵素がもちろんあるわけで、体の中には酵素があるわけで、その水準が許容レベルを上回ってしまっている、つまりこの放射線のためにそうした異常が起きているという問題があるわけで、それに対抗しなくてはなりません。でこうしたさまざまな、ですからプロダクト、食品等があるわけです。で食品の中でもカロチンが豊富に入っているものなどが有用です。でただ残念ながら多くの場合無駄になっていることがあります。例えば鳥はカロチンを、カロチノイドを吸収しています。そしてそれが、羽に発現しているということがあります。で鳥にもいろんなのがありますが、で色もいろいろ違います。でグレー、ネズミ色の鳥というのもいます。
で、ただ実は以前、鳥はオレンジとかいろんな明るい色だったのに、今実は放射線汚染があったところではこうした鳥がもうグレー色になってしまう、ネズミ色になってしまうというのはカロチノイドを使い切ってしまうわけです。自らを保護するために、そのためにその色がなくなってしまう。ですから、ビート、それから人参、これは生でも調理したものでもいいんですけれども、それを使うべきです。摂取すべきです。食するべきです。値段も低い食品です。こうしたものは野菜としてもどこでも手に入れる、また海藻も安く手に入ります。で、こうしたこの劣化の状況というのは、例えばチェルノブイリにおいてもこれストップすることができます。阻止できます。ナマズでしょうかの養殖が行われました。そして、で、まあ、そうした魚たちがその照射された後、被爆した後、巨大な魚になって、もう恐ろしく危険の魚になってしまった。つまり色にしろ形にしろ、もうその魚の形はその通常のその親の魚たちの形とは全く異なったものになってしまった。もう怪獣のような恐ろしい姿の魚になってしまったということがありました。で、本当に単純な化学物質、そして1キロあたり非常に安い値段のもの、そして有害性が非常に低いものを用いることによって、これは、マウスの場合72時間の間に蓄積するわけで、これは鯉でしょうか、フィッシュカープとおっしゃいました。これをその、飼育する時に使えるわけであり、使われてしまう。そしてそれが結局危険を生むということがあるわけです。また通常正常な繁殖という考えた場合、日本の研究についてはかなり勉強しております。で、日本での化学療法において、最もこの進歩的なセラピーがあるというふうに理解しております。ですからこうした研究能力、日本で非常にその優れたベースがあるわけですから、その大炉ダイン、これはバルト諸国で作られていたものでありますが、そうしたものも日本で開発生産することができると思います。また魚、これはベラルーシなどで養殖をしたわけでありますから、これらをふんだんに用いるということも日本でできるのではないかと思います。あと5分と言われたようですね。で、私の方からはもう申し上げるべきことは全て言い尽くしました。非常に極めて有能な方々、そして研究能力も持っていらっしゃる皆さん、日本の方々です。で、スピーディーに、ここにいらっしゃる皆様もですから優秀な方々であり、ですから、チェルノブイリから3世代経過している、で、やはり我々にとって今本当に緊急事態になっているわけです。ですから、この連鎖効果というものをここでストップさせていただきます。ありがとうございます。